東京駅は石川県加賀市東京町にある西日本旅客鉄道北陸本線の駅である片山津温泉に近くかつては特急停車駅だった現在では南隣の加賀温泉駅が周辺温泉地の玄関口となったため普通列車しか停車しないまた北陸鉄道片山津線山城線と接続していたがすでに廃止されている南独駅名である いぶりは、いぶるの活用型で、工事園などにも示される、古い言葉である、ゆする、ゆり動かす、ゆすぶるの意味で、加賀南部で古くから使われ、揺れる橋が二級河川にいぶり橋川にかかっていたところに、由来する。以前、当駅は、加賀温泉共栄の窓口として、大正寺駅とともに特急が手分けして止まっていた。1960年代末期には、特急、来場、白鷺が、 大正寺駅と同郷駅の両駅に停車するダイヤとされていたことが特急の格やスピードアップの観点から問題視されたことから隣の佐見美駅が加賀温泉駅と解消され加賀温泉橋の入り口として一本化されたそれ以降は急行九ずりが一往復停車するのみとなりそれも1985年3月に廃止されたあとは普通列車のみの停車駅となってしまった この経緯については、鉄道と政治停車駅争奪線も参照のこと、短式ホームに面2線を持つ地上駅である。島式ホームの内側にも線路はあるが、上下線両方ともに正方向に進入できないようになっており、ホームについても柵が設置されたため対比線としては使用できない。また、絶対信号機も設置されておらず停留所となっている。 もともと単式である上りホーム側に駅舎があり、下りホームへは、古線橋で連絡している。特急停車駅時代の名残か、普通停車駅にしては、比較的ホームも広い構造になっている。2013年春に普通列車の有効長以外の部分に安全策を設置する工事を実施したため、関係者以外は立ち入り禁止となった。以前は、簡易委託駅であったが、現在は、 小松駅管理の無人駅となっている、自動券売機が設置されている。加賀市統計所によると、2017年度の1日平均乗車人員は580人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り、駅前にバス停はないが、東に4分程度歩いた場所に、キャンバスの大日製橋本酒造バス停がある。西日本旅客鉄道北陸本線加賀温泉駅。 東京駅、阿わ津駅片山津線の始発駅で、国鉄の北側に位置し、独自の出入り口はなかった。国鉄駅とつながる、古線橋を降りたところに一面一線のホームがあり、金沢よりに三線の車庫があった。国鉄とは、線路がつながっていなかった。北陸鉄道片山津線東京駅片山津、本町駅片山津線廃止後も数年の間は、 電車がバスに置き換わっただけの形とされ、ホームの断面を海岸上に改修して、線路後からバスが発着し、古線橋も損置されて、国鉄駅や山城線の新道橋駅と連絡していたが、1970年の加賀温泉駅の開業、翌1971年の山城線を含むか、南線全線廃止と前後して、古線橋が撤去され、当駅から、 片山津温泉へのバスは山城温泉からの直通となり、狭いな駅前に乗り入れることができないため150メートルほど南に位置する東京駅前バス停を経由していた。この路線バスは2008年4月30日限りで廃止されている東京線の乗り換え駅であった。国鉄駅を出たすぐ右手に木造の駅舎があり、Y 字ポイントで分岐した島式ホーム一面二線を 有していたが、晩年は駅舎から見て、右側の一線だけが使われていた。駅跡地には道路が新設され、残りの用地は駅前広場の拡張に使われている。北陸鉄道道橋、戦勝駅から新道橋駅、新道橋駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。